はい、お疲れ様でございます。えーいくいく選挙チャンネルいくちゃんです。はい。えー、今日さっぱりと軽く一ネタだけさ,さらりとはいいたします。早速ネタ入りますが、あ今日のネタはですね、特にニュースなどに伝えられたものではないんですが、ツイッターでこいつを発見いたしまして、うんちょっと気がかりになりました。気がかりなことです。はい。 えーはい、ロシア崩壊するってよということで、えー、指揮者の間では、もうロシアは崩壊するということになっているそうです。えー、世界のね、えーまああのまあ、アメリカとかヨーロッパ、EU、えー、周りの国々が、まあ、近い将来、ロシアは崩壊するということになって、ロシア語、そのプーチン語の世界というのを、 お今、どうするかということをなんか見越しているというか、話し合われているらしいですね。はい。で、まあ、1年前には考えられなかったことですが、もうロシアの配色が濃厚だと、えー、応援をしていた、えっ、ー、と、イラクの、イラクじゃない,いや、イランのドローンもおーもうそろそろ尽きてきたと、もう最近は飛んでないらしいですね。で、えー、まあ、北朝鮮から、 なんかあの弾薬だか,なんか弾もらったかミサイルだかもらってるらしいんですが、まあ、それぐらいだとで、まあ、北朝鮮のはあんまり精度が良くないということで,で、まあ、人だけ、えー、かけてやってるけれども練度がない、えー、練習してない、ねまあ、経験が足りない、えー、兵士、えー、新しく雇ったりあ、まああのまあ、無理やりというか えー、もうまあお金でつって、実は払われない人らしいですが、無理やり戦場に送られてるということで、数だけいてもさっぱり、まあねえー、働けていないということで、もう配色濃厚だと、まあ、3月にまた大攻勢かけるようなお話もありますが、えーまあ、難しいんではないかと、でなるべく、ね、早く終わってほしいと思うんですが、はい、ね、世界最強と。 見られていた陸軍はどう,したったどうしちゃったんでしょうかと、ね、戦車がだいぶ貧弱でなんかなんかあの、弾薬を置く位置が悪いらしくて、えー、なんか弾が当たっちゃうと誘爆すると、でびっくり箱のように、えー、上の、ね、方針、あの回転するところがポコンで飛んでしまうということで、びっくり箱と言われているそうです。でとにかく、まあ、あの武装が旧式だと。 まあね、西側はほとんどもうであの電子化が進んでいるけれどもお、まだ二次大戦からそれほど変わってないんではないかとも言われてるしね。ということらしいですね。まあ、結局は、まあうんまあびん、貧乏、それから技術が遅れちゃった、えー、飛行お、ジェット機は作れる、衛星は飛ばせる、ロケットは飛ばせるけれども、 あのスマホ作れない、自動車作れない国と言われていましたが、うん、戦車はちょっとできなかったかもしれないですね。まあ、そんなことで、えー、プーチン語、はい、プーチン語の世界ということを世界は見込んでいるそうです。で、まあ、そうすると領土は当然分割されますし、それとあと資源ですね、その領土の下に埋まっている資源を、 どう取るのか、あまあ石油とか鉱物資源とか、そういうものをどう,こう分割するのかみたいなね、えー、そういうことをまあ西側のまあなんだろう企業体なのかな、えー、そういうところが狙っていると。はい、でまあそこまではまあよくある話、よくある話というか、今までもおそういうことが起きてきた。 ということで、あまり驚かなかったんですが、中国がですね、それを見込んでいて、分割されないまでも、ロシアはこれからあ西側へ、えー、西側にこうあの戦力を集中させてい、えー、くだろうと。そうすると、当然、シベリア、東が手薄になるから、そこに中国は進出するんではないかと。まあ、あの例えば、えー、今ほとんど あの東側のシベリアには兵隊がいなくて、まあ、北方領土なんかにも残ってるの少ししかいないって言われてますけど、そちら側に、例えばロ,あのロ,シ,ロシアから、えー、中国に、えー、そっちの方を固めてくれみたいな話に,になるんではないかと、まあ、そう望んでいるらしいんですね、中国はね。で、えー、これ、ツイッターで,見つ,けたんです見つけた地図なんですけど、この沿海州ですね。 宴会衆からカラフトにかけて、これをもう中国領だとはいいうことで、えー、向こうの,あのバイドゥって言うんでしたっけ、中国のネットでは、その辺の情報が書き換えられているそうです。で、えー、カラフトこのサハリンのことを、こう俺ちょっと読み方分かんないんですけど、えっ、ー、とですね、中国語にすると。リエさん フー,ー,ーイエータオ。ーイエータオということで、えー、もうね、あの歴史上、古くから中国の固有の領土だったみたいな書き換え方をする。で、えーまあ、ここまでなら、まあ、よくはないんですけど、もともとフトって、日本がこれ、島であることを発見して、えーまあ、ロシアとの一度戦争後のやり取りで結局、 えー、日本は、えーえー、千島列島まで、国後から千島列島までを日本が取って、樺、え、太、ー、と交換したんですよね。だけど、二次大戦後に全部取られてしまったと、大戦後ですよ、大戦後、降伏してから、取られてしまったというのが、それで今、実情を北方4棟取られていますが、もしかすると、これ、ロシアがこれ戦争終わったら、中国に貸すんじゃないかと。お,お金もないし えー、これね、レンタル中国にしちゃうんじゃないかとで、そういうことも見込んでいて、今、中国は北海道に一生懸命進出してる、釧路の港を抑えるとか、それからニセコ辺りの今、まあ、有名スキー場リゾートを買っちゃってるとか、えー、だいぶ水源地を買ったりしているんですよね。で、えーえー 北海道の知事さんはだいぶ親中でもともとはああのメロン作ってたところ、はいえー、と夕張か夕張メロン作ってたところ夕張の市長さんだ,かだった人が知事になってますけど、えー、夕張のリゾートも売ってしまったんですよね。でそれで北海道の知事になんか夕張は 再生させたことになってしまっていて、ただ中国に売っただけではないかという方もいらっしゃいますが、なんか、あのーまあ、ちょっと見栄えがいいと、お男前なので、えー、いつの間にか知事に収まっていると、まあ、それだけじゃないでしょうけど、なんかルートがあるんでしょうけど、思惑があるんでしょうが、えー、今、知事に収まっていて、えーとまあ、次も堅いですよね、そうすると、えー、また北海道の地があどん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 中国に売られていく。 そうすると、今度北方、北方の四島も樺太も中国になったとしたら、もうそれこそ、えー、っと北海道も危ないですよね。事実上、自衛隊がいたとしても、えーね、ちょっと手数が足りない、沖縄には行かなきゃいけないし、台湾有事をにらまなきゃいけないし、北海道もってことになると、ちょっと守りきれない。だから まあ、すぐに北海道まで取られるってことはないでしょうけど、事実上、日本なのみたいなことが、北海道に起こらないとも限らないですよね。で、中国がやっぱ怖いのは、民間人が来て土地を買ったとしてもお、なんか命令一つで共産党のもの、軍のものになってしまうので、そこがやっぱ他の国と違うところだから、 えっとですね、ちょっと北海道の知事さんもですね路線あきら、路線をちょっと変えてくれるって、ちょっとなさそうかな。違う方が、有力の方があの立候補、で知事さんになってくれるといいんですけど、今のままではちょっと厳しいなあという感じでした。ということで、ね、今せ、あの世界の情勢はこういう状態ですが、ところで我が、ね、えー、我が国の国会では、 まあ、あの、年末からね、防衛増税。それから L T、LGBT の法案。それと、異次元の子育て支援がどうのこうのとか。あとね、ウクライナに行くとか行かないとかっ,ってね、こんな、こんなね、ヨーロッパね、歴訪したんだから、あの時行っときゃいいのに、何を返ってきてから言ってんですかね。本当、岸田さんってよくわかんない人ですよね。まあ、日銀総裁人事はね、しょうがない。でこういうふうに、こう、 将来未来、近い将来を見越して手を打っていくってことは、むしろ中国を見習うべき、なんか全然こう先を見てない国、我が国は。で、でまあ多分ね、どこの党も今目先にあるのは統一地方選挙だけですから。ああ、もうね、こんなことでいいのでしょうか。私たちはいいですよ。まあいい時代を過ごさせてもらいましたけど、 今の若い人たちがね、えー、にその日本っていうものを継いでいけるかどうか大変不安でしたという、はい、はい、あのおじいちゃんの愚痴でしたということで、本日は、えー、こううあの北海道が心配ということで、えー、終わらせていただきます。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。